こんにちは、ハグです。こんにちは、ハグミダ。はい、今日はですね、9点で、久々に大量にね、買ってしまいました。またまたね、この前ね、ちらっとお話ししたんですけれども、僕らだろう、3万円分ぐらい買ったのかな。9点3万円分の購入品と、さらに本当に日々コスメスキンケア届くんですよ。本当にありがとうございます。ということで、事務所にね、いろんな韓国コスメの会社さんから新商品が出たら、今僕が所属している事務所に届いて、それが僕の家に届くという感じですね。よいしょ。もうこの時でも今1234とかいっぱいあるけれども、こんなにあるんですよね。これはね、ちょっと今日は開けません。これに関しては別で開けます。なんでかというと、これまた違うんですよちょっとこの動画では言えないけど、別の動画でねお話しできると思いますので、これはちょっと今見栄えのためだけここに持ってきてますが、今日はこいつは開けません。なんでそれ以外ですね、それ以外ででもさ、これあれですよ、今週、今日1月の28なんですけど、月曜から水曜までの3日間で届いた量なんですよ。3日間でこんなに届いちゃいました。ということで、本日はこれから大量のね、購入品および届いた韓国コスメスキンケアを開封レビューしていこうと思います。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。それでは早速ね、開封していこうと思います。なんか今日顔白いね。なんでだろう、いつもよりも白いね。てか髪ね、最近シャンプートリートメントと、あとヘアケアってなんだ、ヘアケアセラムを毎日ちゃんとしっかりやるようになってから、見てこの滑らかさ。そしてなんか根元だけ茶色い。なんか今ムラシャンのおかげで根元は紫なんですよね。毛先が茶色なんですよね。でも髪の状態はめちゃめちゃいいですね、今すごくいい。はい、では一つ一つ開封していこうと思います。ちなみにですね、9点以外にも僕が自分でね、気になって Amazon で買ったものもございます。本当に今回ちょっとね、お金使いすぎました新年早々買い物をしすぎちゃいました。まあこれでおかげさまで来月も9点では VIP 会員ですねはい、一個一個開けていきましょう。これから開けていきますか。これね、ちょっと皆さん聞いてほしいんですけど、ネイチャーリパブリックさんで新商品が出たんですよ。確かクレンジングのバームが、新しいのが4種類くらい出てて、あ、これレビューしてみたいなと思って、僕はポチった翌日にネリパさんから連絡があってヒョクさん、新商品が出たのでぜひ使ってみてください、送りますねって言って僕ポチッと翌日に言われて、ああ同じ商品って思って、まあ、とはいえ今日は購入品紹介なんで、どういったものがどういったのかっていうのをメインでお話ししつつ、あとは軽くね、ちょっとお話できるものもあれば、成分のところとか、あとはその商品の、まあ、強いところとかね。そう、僕だって9点であれよ、レイちゃんの新商品4種類全部買いましたからね。はい、4種類全部まずこっから、ネイチャーリパブリックナチュラルメイドブラックチャコールクレンジングバーム。そう、今回これ全部バームなんですよね、4つとも。でバームだけど、それぞれ効果が違うやつなんですよね。すごい、水分障壁、まあ、要は水分バリアですよね。水分のバリアは残しつつも、それ以外は全て消し去ったって書いてある消し去ってやったぜみたいな感じで書いてあるんですけども、これはモロッコバーム、違う、モロッコアルガンクレンジングバームですね。でちなみにさっきのこの黒いやつ、ブラックチャコール、僕の好きな竹炭成分がね入ってるんで、暗い成分と竹炭成分両方ともね、本当に毛穴の汚れきれいに取ってくれるんですよ。そう、スッカールっていうのが竹炭ですね。あ、すごいな、注目すべき成分が3つ、代表的なものはこれは3つこう書いてあったりとか、全部3つずつ書いてあるね。すげえ。この青いやつはネイチャーリパブリックナチュラルメイドブルーカモミールクレンジングバームですね。スージングだ、はい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 、いいですね。ディープクレンジングとバランスケアができると。あ、アルガンオイル入ってんじゃん、さっきのこれ。そう、アルガンオイルもいいよクレンジングオイルでもアルガンオイルが含んでると僕結構喜びますね。え、あ、なるほど、これはマジのマジのディープケアですね。ネイチャーリパブリックナチュラルメイドココナッツクレンジングバーム、ココナッツオイルが入ってて、ディープクレンジング&ディープケア、本当に本当にスペシャル用ですね。すごい、多分毛穴が気になるならこれが一番だと思いますね、成分的にはね。竹炭が入ってるしね、毛穴の角栓とか黒ずみだったらこれですね。あ、でもスージングもいいんですよね、インナードライの人とかはね、スージング系結構おすすめです。あー、いいね。
結構シンプルな。あ、これもしかして、うわー、いいね、内側にちゃんとスパチュラも収めるスペースがある、助かるあ、なるほどね、そういうことか。もうすでにこれバームの状態ですね、ここ。あー、いいね。このままこうやって上に置けると、わ、これは便利。なんかバーム僕いっぱい持ってるんですけど、こういう内側にねピゼタってこう、そう、あのめんどくさがり屋だからさ、こういうのすごい助かるありがとうございます。ありがとうございますじゃないこれは僕が買ったんだ、僕が買ったんですよ買ったけど数日後、違う、多分ここに入ってるんですよちなみにお値段、公式ショップで僕が買いました、ネイチャーリパブリックの1個1490円ですね。だ、普通のバームの値段って感じですね。しかも、送料込み。ちなみに、もうすでに動画では出てるんですけれども、これもね実は9点で買いました。コスメデコルテですね、リポソームアドバンストリペアセラム、この超高級デパコスですね。これ今使い始めて6日目かな、多分今日で。やっぱちげえわいや、やっぱリポソームすげえわ。リポソームはすげえのか、このコスメデコルテがすごいのかわかんないけど、いやーすごいね、保湿力の維持もだし、シンプルにエイジングケアすごい。やっぱうわー、さすがだな、この値段だなって思いました。 50ml で1万2000いくらだったので。ちなみにこれ僕、まあ、これを買うとき、僕いつも9点で買い物するときってパソコンでなんか作業しながらネタを探してるんですね。9点内でなんか新商品ないかなとかこう見てって、で新商品あったらこうポチポチするんですけど、モニターが2画面あって、片方の画面で YouTube 見ながらネタを探してたんですね。で右の画面でこうやってポチポチして、9点で購入完了ってポチッと押した後見たら、なんてことでしょう、数量が2になってましたということで、はい、見えるかな、まあ、これちょっとスクショして載せます。2つ合わせて22,960円。うん、これだけでももう2万超えちゃった。あははは、まあいいか別に最初から2つ買う予定だったし、別に何も痛くも痒くも、全然痛くも痒くもないけど、うん、はあ、さあ続きまして、 Amazon で2つ届きましたね。これ開けるの大変だな、何が入ってんね。 Amazon も何買ったっけ、これ多分コスメじゃないかもしれない、ワンちゃん。あ、なるほど、こっから開けられるんだ。すげえ、今のアマゾンの箱ってめっちゃ便利。何を買ったかすればもう覚えてないけども、あ、これやってみたかったの。これもね、ネタを探してて面白いと思って、マイナス7度の化粧水、すごくないですか。見て、シャーベット状になるんだよ。これを手に出すじゃないですか、そうすると5秒待つとシャーベット状になって、キンキンに冷えてくれるんだって。面白そうじゃない。21種のボクタニカル成分が入っていて、潤い成分たっぷりですね。使用前上下に10回程度缶を振り、あ、ガス缶か、ハンカチ等を使ってください。これ手に出しちゃダメなのかな、冷たすぎるのかな、マイナス7度だもんね、低温やけどしちゃうね。手に直接スプレーするとシャーベットにならないため、ハンカチ等のスプレーにしてください。あ、ちょっと待ってください、ハンカチね、多分こういう色の方が分かりやすいよね。ちょっとやってみよう。めっちゃこれね気になってたんだよ、他の YouTuber さんがやってて見て、うわ面白いと思って。ちなみにおすすめはお風呂上がりまたはメイク前もおすすめだって。お風呂上がり結構良さそうですね。肌って熱をなるべく逃がしてあげてくださいね、夜は特に、ナイトスキンケアの後は。だからパックとかやった後って結構触るとひんやりしてるじゃないですか、あれが一番ベストな状態です。こう肌の奥まで水分が行き渡るとひんやりします。角質層全体を潤わせて、まあ、その下の表皮とか真皮は絶対無理なんですけれど もうそれをやるにはもう美容外科とか行くしかないんですが、でもそれだけで全然違いますからね、肌を触った瞬間にひんやりとするぐらいまで。ちなみに、商品名、ミミアミシャーベットフォーム、はい、アミちゃんですねひんやりシャーベットフォームでお肌をクールダウンだそうです。よし、やってみるか、缶を振っていきますよ。うわー、冷た、うわめっちゃ冷たい、うわー冷たい、本当にマイナス7度ぽい。匂いは薬用の化粧水みたいな匂いですね。
待って、どこ行った？もう全部なくなっちゃった。ただこれシンプルに化粧水としてどうなのって思うんですよ。だって化粧水ってさ、要は水分を入れたいじゃないですか。保湿をまず最初させたい、水溶性のものをまず最初に顔に与えるんですね。でその後油分系クリームとか乳液で閉じるんですけど、その水溶性の水分系を今ハンカチで出したじゃん。ちょっと触ったら確かに冷たかったけど、ない全部ハンカチに吸収される。でも使い方はハンカチ等にスプレーしてくださいって書いてあるけど、これ本末転倒じゃない？化粧水だよね。化粧水なのにハンカチに出したらハンカチに吸われるやんなんで？もう一回いきますね。なんかモコ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 してる。シャーベットにはなってんのよ。冷たー。触るとめっちゃ冷たいけど、これ化粧水なのか？でこれを顔に塗るってこと？なんかすごいお薬みたいな匂いしますね。おもろいけど、これ化粧水としての機能はどうなんだろう。手に出すとどうなんだろう。大丈夫かな。めっちゃ冷たい。あ、でも溶けて液体にはなりますね。わ、すっげー冷たい。この液体なんでシャーベット状になるんだろう。面白いな。どうやってなってんだろう。仕組みがわからんち。本当だ、手の上だとシャーベット状にならないっすね。ブクブクブクってこうムースのままではいるけど、ハンカチとかじゃないとダメってことはもうハンカチに吸われるやんこれおもろい。おもろいけどこれは本末転倒な化粧水な気がしますまあという化粧水なのかな。面白いですよかったらぜひ皆さんもやってみてください。でさらにですね、実はもう今絶賛テスト中なんですけれども、 Amazon でこれも買いました。じゃじゃーん。9点にねなかったんだよね。デューですね。カネボウのデュークリアクレイフォンデュー 90g ですね。洗い流すマスクパックでして、これはですねアットコスメの確か3位だったかな、洗い流すパックの部門で。それもちょっとしっかりとねマージマージとレビューしようと思って今絶賛使用中です。なのでこれはまた別動画で出てくると思いますのでお楽しみに。本当に3位というぐらいの効果があるかどうか今絶賛テスト中です。ちなみにこのデューとネイチャーリブブックのこの新しく出たばっかりのクレンジングのバームとか、これについても両方とも今、まあ、これはね先に届いたので今テスト中なんですけど、これは早速今日からテストしていきたいと思いますので、まあ、このクレンジングバーム4種類もあるからね、4種類全部僕テストして、どのバームがどういう風に良かったかっていうのを皆さんにねお伝えできるようにしっかりとレビューしていきますのでお楽しみに。あ、ちなみにデューは3080円で買いました。まあ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 そんぐらいの値段かなっていう感じですね。ちょっと洗い流すウォッシュオフパックにしては高いけどね、高い分類だけど、まあ、カネボってねそれ、まあ、正直ねそんなにプチプラの値段のものってこういうスキンケアではあんまり見てないから、これぐらいの値段でもいいのかなと、それだけねいい効果があると信じて僕は今絶賛テスト中です。まあ、ある程度ちょっとレビューは固まったらまた動画にしようと思いますのでね。ってことはこれは多分電球だな、上のあの電球ですね。もしかしたらこれだ。あれ、こんなちっちゃい、あれ僕間違えた。いや、これでいいんだよね。電球の白ですね。あの僕ん家のこのリビングのこれ、これが真ん中は白で両サイドがオレンジなんですよね。これ全部白にしたいなと思って2つ買いました。アイリスオーヤマさんの中白色。お次、じゃん。まあ、これは普通に僕が夜中にすっごいジャージャー麺が食べたくなって9点で衝動買いしてましたじゃあは、え、日本語で書いてある、韓国風ジャージャー麺、これ日本向け。わ、日本語や。作り方も全部日本語で書いてある。あともう一個ね、多分これもなんだよね。これもそのジャージャー麺が食べたい時に衝動買いしただよね。お前も日本語で書いてある。あなたも私もみんな日本語。ジャジャンソース、これプラス、麺ですね。これは、茹でるタイプの生麺みたいなやつですね。生麺とソース。完全に夜中にジャジャ麺食べたくて衝動買いしましたお値段、ジャワンが1438円、そしてこの生麺とソースセット2食分で1080円。いやでももうその時はねもう食べたくてしょうがなかったから、もう値段も見ずにもう、あ、これ食べたいっつって、うわー、ということで早速作っていきます。めっちゃこれ作り方簡単です。これソースは袋のままちょこっとハサミ切って、このまま立てて電子レンジに入れる。で麺は
お湯で2分ぐらい茹でたらもう OK。 後ろにね冷水で冷やすっていう手順があるんですけど、ジャージャー麺はあったかい方が美味しいので、麺が茹で上がりましたね。さらにここに僕はじゃん、これを少しだけ入れます。あんまり入れすぎちゃうとこれの味になっちゃうので、韓国のジャージャー麺とかあるある混ぜ方、うん、美味しそう。完成でーす。いただきます。うまうまお。あ、ブルダック入れたらめっちゃ美味しい。いい辛さ。あ、いいね。やっぱ生麺美味しいね。さあ次、ファンケル。最近気づいたの、ファンケルええわちょっとごめんなさい、本当になんかこの言葉すごい申し訳ないですけど、正直ちょっと舐めてました。でもめっちゃいいわめっちゃいいことに気づいて、この分野のファンケルさんの商品有名だし、これ使ってみようっていうので買ったものがありまして、でしかもこれね配送超早かった。じゃん、この2つ買いました。まずこちら、これは皆さんもご存知ですよね、ファンケルディープクリア洗顔パウダー RA、 まあ、酵素洗顔のパウダーですね、が30個入ってると。はい酵素洗顔のパウダー、僕結構ブリブリのものをよく使ってるんですけど、ファンケルさんのねこの酵素洗顔のパウダーすごい人気なんですよね。毛穴の黒ずみ、ザラつき、さらにはくすみまでも取り除き、潤いと透明感のある肌にしてくれる、つるっとして、さらにはすべすべの肌に整えるのにすごくいい酵素洗顔パウダーですよね。酵素、さらには炭と吸着で、泥ですねが入っているので、しっかりと過剰分泌してしまった皮脂汚れなどもしっかり吸収してくれて、汚れをきれいに落としてくれる酵素洗顔パウダーですね。で、これもね使いたかったの、僕前ファンケルさんの化粧水、これと似たようなやつ、あのホワイトニングの方を使ったことがあったんですよ。それの今度はエンリッチローション2、エイジングケアの方ですね。これすっごいね人気だったので、しかもファンケルさんのいいところは、このこういう風にさ、フレッシュな期間とかを教えてくれるんですよね。開封後60日間とか、未開封で2年間とか、ちょっとだけ色は濁ってて結構とろみがありそうな。ファンケルさん9点の公式ショップで買いまして、まずこっちのディープクリア洗顔パウダー1箱30個入りで1980円でした。でこっちのエンリッチプラス化粧水2しっとりが1870円ですね。ちなみにねちょっとねやっぱ値段は高いですよね。 30ml で1800円なので、普通の化粧水とかって多分 100ml もしくは 150ml とかっていうのが多分主流なんですけど、って考えるとまあこれの3倍ぐらいの量が入ってて、って考えると1800×3 なので5400円とかまあちょっとだからリッチなものではありますね。